就職のため県外へ越してきて間もない頃のお話です。やはり全く知らない場所というのは恐ろしいものでした。僕は用事がありある駅へ向かおうとしていた時のことです。初めて目にする地名ばかりでどちらのホームに行けばいいか分からず困っていました。これだよな。そんな時ベンチにいた一人の女性が声をかけてくれました。どうかされました？余裕のない僕はちょっと今越してきたばかりで場所が分からなくてですね、ここ泣きそうだった。あ、私もなんです。え、よかったら案内しますよ。ここのホーム2つあるんですけど、ここしか結局使われてないんですよね。だからここにいれば上りも下りも OK なんです。ありがとうございます。助かりました。いいえ、これぐらいなんてことないです。それじゃおやすみなさい。おやすみなさい。地元の方だったのだろうか、とてつもない安心感に涙がこぼれそうでした。この町で初めて関わった人はとても優しい、町を代表するような方でした。